旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のごっちです。今回は鳥取で味わいたいランチグルメをご紹介します。鳥取県と聞いて浮かぶものといえば、鳥取を代表する観光名所の鳥取砂丘に、境港市出身の水木しげるが生み出したゲゲゲの鬼太郎、そして鳥取の特産品として有名な20世紀梨がベスト3でしょうか。そして日本海に面することから美味しいグルメもたくさんあります。今回は鳥取観光の際に立ち寄りたい美味しいランチのご案内、鳥取でのランチグルメをお楽しみください。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各ランチスポットに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認するといいですね。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。まずはカロコー市場食堂です。カロコー市場食堂は鳥取港海鮮産物市場カロイチにある海鮮料理店です。漁港がすぐ近くにあるので、とにかく新鮮な魚介類が堪能できます。どの料理を食べても美味しくて外れはありませんね。美味しい海鮮丼もリーズナブルな価格で食べられます。鳥取県産の食材を使った料理が満喫できる穴場的な定食屋さんのカロコー市場食堂、ボリューム満点で美味しい、そして安いという三拍子揃った海鮮食堂です。すぐ近くの漁港から届くので魚の鮮度は抜群。新鮮なお魚を思う存分に楽しめます。観光雑誌にはあまり掲載されていないようですが、料理のクオリティも高い上に新鮮すぎるほどの魚介類が味わえる最高のスポットです。人気のメニューが船の器に刺身が盛り付けられた北前船定食です。ぜひ味わってくださいね。最寄り駅は鳥取大学前駅で、営業時間が午前10時30分から午後3時となっていますが、土曜日日曜日祝日は午前10時から午後4時です。定休日は元旦と正月明けの数日です。続いては豆腐料理あめ炊きです。豆腐料理あめ炊きは、あめ炊きの湧き水を使った出来たての豆腐料理が堪能できるお店です。出来たての豆腐を食べると温かくて口の中いっぱいに大豆の甘さが広がります。使用するあめ炊きの湧き水の効果で料理の美味しさを引き立てています。素朴でありながら豆腐の旨味が際立つメニューばかりです。豆腐料理あめ炊きでのおすすめが、出来たて豆腐が味わえる豆腐御膳です。出来たて豆腐、豆腐茶碗蒸し、卵焼き、ちくま、シューマイ、お吸い物、ご飯がセットになっています。一品一品が丁寧に作られ、肉や魚はありませんが十分に満足できますよ。出来たて豆腐の原料になっている大豆は鳥取産の幸豊か。さらに飴炊きでは、豆腐を作る時から大豆を洗ったり冷やしたりなどの全ての工程において、日本の滝100選にも選ばれた飴炊きの湧き水を使っています。営業時間が午前10時から午後4時で、お休みはなく年中無休で営業しています。続いては大気です。大気は魚屋をしていた店主さんが作る海鮮丼が人気のお店です。鳥取名物になっている新鮮で具沢山の海鮮丼がリーズナブルな価格でいただけます。鳥取砂丘がすぐ近くなので、観光途中のランチに最適ですね。ただし夏のシーズンは猛烈に混むため予約が必須です。海鮮丼ならここで間違いなし。
お目当ての海鮮丼は県内産の新鮮な魚介類を10種類ほど使うとても贅沢な一品です。しかし1日50食限定になっていますので、12時頃には完売してしまうことも。シーズン中に来店する場合は予約必須ですね。元漁師さんの店主が厳選して仕入れたネタは間違いなしで味は保証済み。鳥取駅から車で10分ほどのところで営業する大輝。大人気の海鮮丼は1日50食の限定になっています。日によってはお昼に売り切れてしまうこともありますし、予約で全食埋まることも。営業時間は午前10時から午後2時までと短いです。定休日は木曜日になっていますので、お間違いのないようご注意ください。続いては大江の木庵です。大江の木庵は古民家を改装したカフェです。個室においてゆっくりと庭園を眺めながら料理が楽しめます。特にインパクト抜群の世にも奇妙なピンク色のカレーが人気の料理。最近になって注目を浴びるようになった鳥取グルメで、観光の思い出やネタ作りにぴったりです。鳥取の新名物ピンクカレーを食べに鳥取市の大江の木庵に行きましょう。サラダとスープがセットになった貴婦人のピンクカレー。まるで絵の具で作ったような鮮やかなピンク色。一見とても食欲が湧くとは思えませんね。でも想像以上にカレーの味がして、なんとも不思議な感じです。ピンク色の秘密は地元鳥取産のビーツなんです。ビーツとは株の一種となる赤い野菜です。ピンクカレーは鳥取でも大江の木庵でしか食べられないメニュー。営業時間は午前11時から午後8時30分です。定休日は決まっておらず不定休になっています。続いては魚三亭です。魚三亭は鳥取県境港市にある鮮魚料理の専門店です。漁港のすぐ近くにあって、リーズナブルな価格で新鮮な魚が堪能できます。大通りには面していませんので、ちょっと場所が分かりにくいかもしれません。一見ごく普通の大衆食堂なんですが、人気店ということもあって休日のランチタイムはとても混雑します。できるなら早めに行くようにしましょう。魚三亭の名物となるのが、なんといっても海鮮丼。おすすめのメニューが特上魚三丼。季節によってはウニ丼やカニなども最高ですよ。漁港のすぐそばにあるお店だけあって、お刺身の鮮度は抜群。お値段も比較的リーズナブルです。境港でランチをするなら、港の目の前にある魚三亭がおすすめ。豊富なメニューが特徴なのですが、人気はやっぱり海鮮丼。そしてカニ味噌汁もお忘れなく。お刺身が苦手なら、あら煮やフライの定食もありますよ。 JR 山陽本線上東駅から車で3分のところにある魚三亭。営業時間は午前11時30分から午後2時、午後6時から午後8時までになっています。定休日は月曜日ですので、間違えないでくださいね。続いてはブクリアです。ブクリアは鳥取空港から歩いて10分ほどのところにある鳥取市認定の地産地消のお店です。鳥取カロ港から水揚げされた魚から、鳥取大山黒毛和牛に鳥取県産の野菜など、地元の食材をたっぷりと使用しています。落ち着いた雰囲気でゆっくりと食事が楽しめるお店で、デートやご家族での食事に最高です。鳥取空港近くの9号線沿いにあるブクリア。立ち寄りやすくて便利です。車以外で行くのでしたら、 JR 鳥取大学前駅から歩いて15分ほど。喫煙席と禁煙席に分かれていて、
分園がされています。鳥取空港から車で3分のところに位置するブクリ屋は、多彩な料理が人気の、静かな BGM が流れる、とても落ち着いたいい感じのお店です。営業時間は午前9時から午後9時で、火曜日が定休日となります。今回は鳥取グルメで味わうランチスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。豊かな自然が育んだ海の幸や山の幸をふんだんに使った鳥取県グルメ、面積ランキングが41位と小さめであまり目立たない県です。しかし美味しいものの数としては決して他県には負けていません。鳥取の自然にあふれたのんびりとした空気と美味しいご飯に癒されます。次のお休みには鳥取でランチグルメを楽しみましょう。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。